あなたが痩せない原因はこれです。今回は LINE にこのようなご相談のメッセージが届いておりますので、あなたにもご紹介していきたいと思います。下腹が何をしてもぽっこりです。全身モデルみたいに美白、細くて綺麗になりたいです。あと、とても疲れやすく、夜も途中で目が覚めます。なんとかしたいです、というこういったお悩みをいただきました。でこのように、LINE から直接私にご相談を受けることがあります。であなたももしお悩みでしたら、こちら詳細欄に LINE のリンク貼っております。直接遠慮なくご相談くださいね。というわけで早速今回はこの方のお悩みにお答えしていきたいと思います。あなたも思い当たることがきっとあると思いますので、ぜひぜひお役立てくださいね。で今回この動画ではその不眠の原因と、そしてその対策、解決策を具体的に最後お伝えしてまいりますので、ぜひチェックしてくださいね。では早速本題に入ってまいりましょう。でそもそもなぜその寝れないのか、まあ、寝つきが悪かったり、途中何度も目が覚めたり、もう本当苦しいですよね。あのぐっすり眠れないって、もう本当にこう体にも影響が出ますし、その心身ともにこう気持ちの方にもすごく負担が出ませんか？例えばこうこのまま寝れなかったらどうしようとか、翌朝仕事があるのにって。でそしてその不眠のままお仕事行かれると、ああもう眠たくて先生もう寝てしまってましたって、あのご相談受けることもね多いんですよね。でその不眠の原因もさまざまなんですけれども、主にズバリもう腸内環境の乱れがやっぱりあるんです。例えばストレスがかかってたりとか、いろんなことでその腸内環境は乱れてしまっている方では寝れない。でまた生活習慣の乱れがある方、例えば夜更かしですよね。そのついつい毎日頑張ってね、先生夜更かししてしまったんです、やっぱりきつかったってね、あのいろんなこと正直にお話ししてくださるクライアントの方もいらっしゃいますし、そのストレスでもどうしても先生も食べちゃう飲んじゃうっていうね、暴飲暴食をしてしまったり、あとなかなかお忙しくて運動ができない、運動不足であったり、あと夜間の光、これも結構ね不眠の原因なんですね。あの夜遅くまでこうブルーライト、まあ、スマホを見たりパソコンを見たりテレビを見たりですね、そういったそのさんさんの光を浴びてしまうと、こういったことが全てあなたの体内時計をね乱してしまうんですよね。で体内時計は何かと言いますと、朝起きる、昼活動する、夜になったら眠たくなるっていう、その自然のサイクルがもうそもそもこう機能しなくなってしまうと、寝たい時に寝れない、寝たくない時に眠くなるっていう、そういったこう悪循環になってしまうわけです。でそれはその体内時計をこう司っているホルモンがあるんですね。でそれが睡眠ホルモンと呼ばれているメラトニンが、そのうまく作れなくなっているからなんですよ。でそういうことが起きますと、まあ、こういったその不眠になってしまうんですね。でこのメラトニンが何をしてくれてるかと言いますと、そのまさに体内時計をこう正してくれるホルモンなんです。でまたこのホルモンがですね、夜に多く出るんですが、しっかり夜寝れないと、もう悪循環、メラトニンがどんどんできなくなるわけですから、あなたはどんどん寝れなくなってしまうということになる。でしかも残念ながらですね、もう誰しもそうなんですけれども、年齢を重ねるとともにメラトニンは減少します。なのでよくおじいちゃんおばあちゃんとか、もう寝れない寝れないって言いませんが、こう導入剤がないと寝れないって、もうそれはある意味その一種こう仕方がないところもあるんですね。なぜかというと、このメラトニンがもうできないから、加齢とともにうまく作れないから寝れないということになるんですよね。でプラスそのメラトニンの原料となるものが、実はセロトニンという別名幸せホルモンと呼ばれるホルモンなんです。でこれが実は腸内で全体のもう9割を作っているという、この腸の中で作られるわけです。ですから先ほど一番にお伝えした、あなたの腸内環境悪いとそもそもセロトニンができない。でセロトニンができないということは、もともと材料となるものがないわけですから、メラトニンもできないイコール寝れないということになるわけです。この負のスパイラルを一刻も早く断つ必要があなたにはあるんですよね。そうしないとそもそも寝れてないわけですから、あのどんなにその食事制限を日頃頑張っていて、どんなにきつい運動も一生懸命こうしたとしても、
もともとのその痩せる環境ができていないわけですから、ダイエットがね成功しないですし、太ってしまうわけですよ。寝てないだけで太ってしまうんですよ。これものすごく損です。もう大損失です。なのでなんでこんなに努力しているのに私は痩せれないんだろうっていう方は、あなたの睡眠を、まあ、イコール腸内環境を見直してください。ベースは腸内環境、もうセロトニンができないとメラトニンができない、メラトニンがないと寝れないってわけですから、もうそこのベースができればあなたの今頑張ってらっしゃるダイエットはもう加速します。いいですか。なのでしっかりあなたが眠れるように、こういった不眠の原因をですね一つでも多く減らしていただいて、なおかつ今からお伝えする解決策を取り組んでみてください。いろいろあるんですけれども、私はもう絞りました。今回はもうこれだけしてください、まずはということで、簡単にできる解決策をお伝えしていきます。こちら1つ目、朝日を浴びてください。もうこれだけです。まずはもうこれだけでいい。引きこもっている環境が増えてますよね。もう今年2020年に入ってからコロナの影響でもう本当にこう自宅待機とかですね、こう簡単に外出れない日が続きましたね。そのことで結構ね朝日を浴びる率が、ね、減ってる方が多いんです。そうすると、まあ、太ってしまいますし、また鬱です。あの気持ちの面にもすっごく影響出る方今増えてるんですよね。なぜかというと朝日を浴びないとそのセロトニンができない。でセロトニンっていうのは幸せを感じるホルモンですから、そもそもその感じられる材料がない。なのであなたが終わるのではなくって、まず朝日を浴びましょう。そうするだけで幸せになれます。幸せな気持ちになることができます。でまた朝日を浴びるプラスですね、この先ほどのこちら睡眠ホルモンのメラトニンを作るためのその材料として食事が大事です。メラトニンを作る材料の食事はオルニチンですとかトリプトファンというものが入っている食事を取っていただくとできます。メラトニンができる。でこの代表がですね、しめじとしじみです。でしめじとしじみにはもうオルニチンめちゃくちゃ入ってますから、もうぜひぜひ普段の食事に召し上がってみてください。もうしじみ汁にしめじ入れるともいいと思うんですよ。もう一度取っちゃえみたいなね、そんなでも OK ですし、あとトリプトファンが入っているバナナであったりレタスであったり、こういったものを日頃のお食事に入れていただくだけでメラトニンができます。プラス朝日を浴びてください。このセットであなたは日頃なんか寝れないなって、いろいろ原因ありますよ。そのストレスがかかったりとか疲れすぎたりとか気が立ってたり、こういろんなことに寝れない日もあるとは思うんですけれども、その時に必要なメラトニンのやっぱり材料を取ってあげないと寝れません。バランスも取れない。そういったこうサイクル、体内時計をこ うまくすることができませんから、この解決策、朝日を浴びてこの食材を取る、まずはここからスタートしてみてください。そうすればあなたはぐっすりと眠る材料ができる、幸せホルモンもできる、健康的で綺麗に痩せることができますから、ぜひぜひもう今から、たった今からすぐに取り組んでみてくださいね。さあこのチャンネルではこのような様々な健康法、ダイエット法、腸活法をあなたにお伝えすることで、あなたがリバウンドせずにもう長期的にこう綺麗に痩せるをね、私応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、もうどんどんご参加ください。もうどんどんご質問もコメントにお寄せください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。